人を採用するときにポイントとすることをですね、ぜひ教えていただきたいんですが。まずポジティブなことが必要だと思いますね。ポジティブ、うん、何でもそうだと思います、はい、興味を持って、はい、いいねっていうだけじゃなくて実際してみるとか、はい、やっぱり行動力がある人、ね、ポジティブそして行動力、うん、はい、それがあったら、まあ、いろんな仕事だったりとか、はい、仕事もそうですけど、うん、プライベートでもそうですけど、うん、なんか探求心を持って探すことで、うん、その人自身がどんどん成長していくと思うんですよね、うんうんうん、そういう人と一緒に仕事したいですね、うん、これはどうって言ったら、いいねとか、はい、うん、これはもっとこうしたらもっとこうなるんじゃないとか、うん、1個出したら 2,3 答え返ってきたり、はい、それに 4,5 かぶせたり、なるほど、うん、そのやり取りが楽しいんですよね、うん、楽しいですね、次世代を担うですね若者たちへ向けた八百山さんからのメッセージをぜひこのカメラに向かっておっしゃっていただきたいんですが、はい、お願いします、はい、何でもやればできると思ってます。だから何にでも興味を持ってどんどん意欲的に取り組んで、でダメならダメでもう泥んこになってでもそこに何かの発見があるので、まず自分から泥に入ってみるのが大事だと思ってます。頑張ってください。八百山さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。